はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね、うん、グーパー拳銃デラックスガンガンハンドです。はい、こちらはですね、仮面ライダースペクターの武器だね。うん、うん、で、このスペクターのゴーストアイコンも入っておりますね。はい、なんか変わった武器だよね。こう、うん、グーパーグーパーするみたい、うん、まずパーの状態がロッドモード、うん、で、モードチェンジしてグーの状態が銃モード、うん、みたいだね。うん、では早速開けていきましょう。はい、よいしょよいしょ。はい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 、おお、こんな感じ、うん、取り出してください。はい、で、アイコン、アイコン、よいしょ。あ、結構長いね。そうだね、すごいじゃん。ガンガンセイバーと比べてみましょうか。おお、長い長い、うん、ガンガンセイバーよりも長い、うん、まあ、なぎなたモードにしちゃうとね、ガンガンセーバーすごい長くなるけどね、うん、いいね、いい感じだね。はい、そしてこちらがスペクターゴーストアイコンだね、うん、じゃあボタン押してください。はい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 、はい、あと上部はスペクターのシールがあるね、うん、キラキラシールですね。はい、はい、こちらがガンガンハンドでございますね、うん、結構いい感じのクリアブルーですね、うん、ちょっとメタリック入ってるね、うん、かっこいいね、うん、ちなみにガンガンセーバーだと黒ベース、結構印象が違うかな、うんうん、かっこいいじゃん、うん、それで今ね、ロッドモードになってますね、うん、で、銃モードにするにはポンプの解除ボタンを押しながらスライドすると、そう、これでガンモード、ここはね、パーだったのがグーなんでね、うん、これでガンモードになります。うん、ここから鉄砲の弾を撃つんだよな、うん、そうだね、これでここがトリガーですね、うん、これで撃っていくと、うん、そしてちょっと気づいたのはこのマークだね、うん、スペクターはね、この触覚みたいな角がね、2本になってますね、うん、ゴーストは1本、ゴーストは1本なんでね、うん、ここがちょっと違うな。そうだね。では単4電池2本入れてありますので、電源を入れてみましょうか。はい、はい、お願いします。ガンガンハンド、おお、じゃあこれでちょっとトリガー引いてみましょうか。はい、ああ、うん、これロッドモードだから叩いてる音だね、うん、こんな感じだ、うん、じゃあちょっとモードチェンジしてみましょうか。おお、ちゃんと音鳴るんだね、うん、で、トリガー引くと、ああ、うん、そうだね、うん、これで銃になるね、うん、はい、なんでやねんって言ってるじゃあこれで一回必殺技やってみましょうか。はい、ガンガン見ろっつってる、ガンガン見なーじゃないんだ、うん、じゃあ弾いてください。はぁ、オメガスマッシュなんだね、うん、じゃあ銃モードにして、はい、こうやってもう一回必殺技、はい、行きます。あ、おぉ、やっぱ違うね、うん、ちゃんとモードによって音が違うわけだ、うん、はい、ではこのスペクターゴーストアイコン、これも音声確認してみましょう。はい、ゴーストドライバー、いきます。アイパッチリヒロー、バッチリヒローって言ってる、うん、あ、スペクター違うんだ、うん、かっこいい感じだね。レディゴー覚悟、ドキドキゴーストって言ったのかな。ドキドキじゃないよ、ドキドキゴースト、ドキドキゴーストか、うん、なるほどね、うん、じゃあ必殺技、ここは一緒か、うん、じゃあ、オメダお願いします。はい、大海岸スペクターオメダマ、これは同じだね、音声ね、うん、はい、では、パパはガンガンセーバー、エイシン君はガンガンハンドで、対決だ
うわぁ、おおぉ、うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、うわぁ、ちょっと待って、うれ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 、もう一つ朝か、俺はまだ変形できるぜ。まだだ、うれ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 、必殺技だ、ま、待て、必殺技、待て、ちょっと待って、はい、ということで今回は仮面ライダースペクターのグーパー拳銃デラックスガンガンハンドでした。はい、ということで今日の動画がですね、もし良かったなとか、楽しかったなって思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネル出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。なんでやねん。